はいあのコンポストトイレこれはあのすごいシンプルな仕組みであの下に穴が掘ってあってでえっとここにうんちとかおしっこをしてからうんちの場合はここにあるおがくずでさっきのかぶせますトイ,トイレットペーパーとかも普通に入れていいでここもまあそこそこ多分一流米 よりちょっと大きめの,あの穴が掘ってあってそれでそこにみんなが、あのー、うんちとかおしっこを入れていくそうするとこの土地は結構比較的、あのー、養分が少ないあの斜面で水も落ちてあの流れていっちゃうし、あのー、そんなに果樹を支えるほどの,あの養分がなかったっていう話を聞いたんだけど。 こうやってじゃあ人間はどうせ日々うんちとかおしっこを出しているうんちとおしっこの中にはものすごい養分が入っているのでそれを穴を掘ってどんどん入れていくとこの土地にあのものすごい肥料がたまっているポケットがいっぱいできていってでいっぱいになったら土をかぶせてそれで両側にあの果樹を植えたりしてここはまたあのさっきあのもう 生活排水でイチジクの木があるんだけどそのイチジクの木の栄養になっていくでトイレはまた次の場所に動かしていくっていうそういう仕組みになっていますそうするとそのうんちをわざわざまあよくあるコンポストトイレだとうんちを扱う必要が出てきて運んだりするでそれはそれであの全然大丈夫な人はいい,いあの仕組みだったりするんだけどこの場合うんちを一切扱わずに。 欲ししいところにに養分が集まるようにトイレの設計をしてい,るっていう。で、人間は自然にトイレであのうんちとかおしっこをするようにトレーニングされてるからあの動物たちは好きなところでいつもやってるんだけどあのうちらはトレーニングされてるからもう基本的にトイレを置けばそこに人が <laughs> 必要な時に集まって養分を必要なところに貯めていってくれてであとはただ次のところの穴を掘ってあのトイレを。 あのの設置するそれだけのことでこれはあのパームカルチャーでは本当に大切なのは形ではなくてその自分の土地をしっかり理解して生態系とかで自分の生活も理解してそれに合う仕組みを見つけるっていうことなのであの必ずしもこれがあのみんなの土地であの何て言うのかないい結果をもたらす仕組みではない。例えば 考えないといけないいいとけのは自分の地下水とか自分の下に住んでる人たちとかがそのうんちの,あのやっぱり病原菌とかも入ってたりすることがあるのでそれが例えば水で流れてしまって下の人の土地とかにまたは自分の地下水を汚染してしまうっていうこともあるからあのこの土地にはこれが合っている仕組みであのみんなの土地 その例えば粘土質だったり砂が多かったり、うん、あのどのくらいの人たちがそこでうんちをするのとかそういうのを全部考えてからじゃあ何が一番あの適切かっていうのをあの考える必要がある。でもここはこれがすごくあのシンプルでこのいろんなものをあのプラスにしていくデザインになっていてかつ、えっと、作るのが すごく簡単。はい。見てよこのリンゴ。ピンクパール。よいしょーうん。